英波蝶調は西洋音楽における蝶の一つで英波音を主音とする蝶調である。調合はシャープ7箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の古音,音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。異名動音調の変異調調が同種単調を持たない一方で、A 派調調は同種単調を持つにもかかわらず、A 派調調はシャープ7箇所を要するのに対して、変異調調はフラット5箇所で足りるため、変異調調で書かれることが多く、あまり見られない。セルニーの楽曲では、変二調調から A 波調調に転調する箇所がある。 これは全く同じ内容を異名動音で読ませる、読譜の練習を目的としていると見られる例である。カテゴリー、英派町長を参照。ありがとうございます。